レッドブル F1 のアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、セルジオ・ペレスが、2024年も、レッドブル・レーシングのドライバーを務める保証はないと明かした。今年、夏休み前に調子を落としていたペレスは、チームメイトのマックス・フェルスタッペンに125ポイント差をつけられており、レッドブル・レーシングでのポジションが注目されている。フェルスタッペンが、記録的な9連勝を目指している一方で、ペレスは、過去8戦で4回しか表彰台に立っていない。 ペレスの継続的な苦戦は、主にモナコ GP からイギリス GP まで、5戦連続で予選 Q3 に進出できなかったことが原因となっていた。現時点で、ペレスは、2024年の契約を結んでおり、レッドブルのチーム代表クリスチャン・ホーナーは、ペレスが、2024年も、フェルスタッペンと共にチームに残ると繰り返し主張してきた。ゼイタングの取材に応じたマルコは、ペレスが、来年、レッドブルレーシングで、 4度目のシーズンに乗り出すのは確実であることを否定した。レッドブル・レーシングは、2人のドライバーが、ドライバーズ選手権で、初めて、1位と2位を獲得することを目指している。マルコは、ペレスが、現在のポジションを固めるチャンスは、レッドブルの背後で、序列が常に変化するという性質によって強化されていると考えている。ダニエル・リカルドが、レッドブルの2軍チームである、アルファ・タウリから、フルタイム F1 復帰を果たして以来、 ペレスのシートへのプレッシャーはかなり高まっている。今年初めに、レッドブルア b ルビ19を買ってシルバーストーンで行われたトラックテストでの印象もさることながら、アルファタウリがコンストラクターズランキング再開から脱却するためには、リカルドの技術的なフィードバックが欠かせないとマルコは付け加えた。また、マルコが、ペレスにプレッシャーをかけています。ペレスもいろいろ言われていますが、今でも2位をキープしています。 チームにも逆らわずに、チームプレイを行っているにもかかわらず、表彰台に上がっていないと責められる。もっと優遇してくれるところに、スポンサーごと移籍すればいいのにと思ってしまいます。ドライバー人事件を持っているからといってなんで、こうも弱いものいじめをするんでしょうね。フェルスタッペンの相棒に、大事な大事なリカルドを置いて戦ったらと思います。それも、おそらく25年までですから急がないと。